第48回、三福良エンジニアミートアップ、宮原市、鮫島市のセッション終了後に行われた、QA セッションの模様をご覧ください。<laughs> ええっと、これ、ちょっとズームでいただいた質問でですね、こっちでも共有していこうと、鮫島さんの説明にあったつ付け替え IP というのがありますけども、これはグローバル IP のことですかということなんですけども。 島さん、そうですね、あのグローバル IP です、で、これがあのー、通常、普通にサーバー作成すると、標準でグローバル IP アドレスが1個付与されるんですけど、まあ再起動時に再起動するときに変わる可能性があるので、あのー、それをふ防ぐためには、500円払って世界 IP アドレスというのをつけないといけないという。 お作法になっておりますそうですね。変わっちゃっても構わんよっていうようなものとかもあると思いますけどもです、ねあの、外部からのアクセスで固定が必要なものに関しては、この付け替え IP の方を、でこれやっぱ先に取っておかないといけないっていうですね。そうですね二、はい、<で>度手間になるので。その上でサーバー作っていただいて、付与するという感じになります。はい、さて、えっと 一連ののの作業でトータルどのくらいの時間がかかりましたこれ、ちょっと2つの意味がありますよね、もろ,、ね、<laughs> も,ろもろ検証して <laughs> あの、トラブル解決も含めてっていうのと、<laughs> あとまあ手順ができた上で、えー、作業どれぐらいかかるものなのっていうのと、つあると思うんですけど、うんうん、あの手順が確立した上で、実はもう1個別のサーバー作ってみたんですよ。<laughs> それは 1, あのー、1時間はかからなかったですね。うん。1> 1時間も。少し待ち時間もありますしね。うん。はい、そうですね。で、もろもろなんか。もろもろ、情報収集したり、ねはい、なんか PHP のバージョンの話を解決するためにいろんな情報を探したりするのを、ただまあ、トータルで、うん、10、 10時間ぐらいかかったかな <laughs>。なんか2、3、あの、あれですかね、その PHP なんか動かないんだよねっていうところで、うん、あの、やり取りしてて、うん、まあそもそも PHP 動いてるんでしたっけあたりから1時間ぐらいですかね、そねあそこで。うん、で、私も調べてみてどうだったっけっていうことで、ワードプレスのその必要な 要件で PHP 7.4以上みたいなのとか、あとよくあるインストール手順で EPEL を入れて、えー、とレミから PHP 7.5、うん、でしたっけ ?6 でしたっけなんかちょうどここにも上なきゃあったり5ぐらいでしたかね。うん、はい。まあ入れて、ああ動いた動いたみたいなと PHP インフォで 動作検証したりとか、うんえーまあ、普通に、あのえー、なんていうか、バージョンとかちゃんと見れば載ってるわけなんですけど、<laughs> ね、それを見なかったのがそもそもの間違いなんですけども。あのワードプレス入れてみるって分かりやすいんで、あの結果が、私もよくお題であげるんですけど、ね、実はちょっと難易度高いんですよね、<laughs> 実は。 うん、でしかも、やっぱりイメージでインストールする人がほとんどで、指導でやる人の情報って意外とないんですよね。もう最近は、あとはもうホスティングサービス使うとか、そうですねただやっぱりこうサーバー構築のなんか腕試しという意味ではすごくいいですよね、ワードプレスを動かしてみるっていうのは。バックエンドの DB があったり。 えー、そういうちょっとディストリビューションの標準じゃないパッケージを入れなきゃいけなかったり、えー、場合によってはうまくいかなかったりみたいな。なので、ちょっと小手調べという感じで皆さんもチャレンジしていただくにはいいんじゃないかなと思ってます。はい、ただ、その時にちょっと PHP のバージョン関係ですけどあの、入れたら終わりじゃないんですよね。<laughs> <laughs> WordPress 自体のバージョンアップ も必要だし、使っているミドルウェアのバージョンも場合によっては上げていかなきゃいけなかったりとかするっていうところが、だから、そのサーバーが停止するまでがサーバー構築ですよみたいな、なんからいうところがありますよね。もう一つ、このちょっといいご質問いただいてるんですけども、今 えっと、PHP は8が新しい、最新っていうことになるんですけども、あの、そもそもやっぱ8と Wordpress の互換性が100%じゃないよみたいな、えっと、情報を見たので、えっと、うまく動かないかもしれない。うん、今回結構、ちょっとミドルウェアとのね、あの、互換性の話を私の方でもしたんですけど、結構、鮫島さんもここ、 ででやったんです,よですねあの何も考えずに、8、新しいから大丈夫だろうみたいな、文字通り雑な判断で、八を宮原さんに言われる前に入れたら、動いてしまったという。うん、だから、一応動くんだけど、どっかで何かあるんでしょうね、細かいとこ何かがあるかもしれないと。うん こういう結構その、まあ、PHP はそもそも合計の時もマイナーバージョンアップのところで互換性がなくなるという <laughs>、あの、話がありましたけども、メジャーバージョンが変わるとミドルウェアというか言語系は特に動く動かないが激しく出たりとか、 まあ、DB なんかもそうですけど結構大きく互換性が失われてしまったりすることもまあまああるのでそういうところについてはやっぱりちょっと感度を上げてどういう組み合わせだと互換性があるのかとかないのかとかそれもあのさっき自動化するしないみたいな話の時にちょっと検証をするために同じ環境を作る、えー、バージョンアップ してみる動くかどうかテストするみたいなことがパッとできるようなあとまあスナップショット使ったりとかなんかそういうので検証できるようにしておくっていうのは、えー、運用管理の観点からは大事かなと思いますはいあとはちょっと課金系のところでまあいろいろやってみてこう自分で動かしてみるっていうことでまあ最低課金は まあちょっと調べてみないと分かんないんですけど、一番ちっこいやつだと、いくらぐらいですかちょっと調べないと分かんないで J クラウド V のやつは。また、ね、ちょっと後で見ましょうか。うん、そうですね,ですねあと、有料版で同じ構成組むと、有料版って草薙のことを言ってるんですかねそれとも 今のサーバーの1台の構成。じゃあ、これに。じゃあ、ちょっと私がですね、少しコメンタリーをやっている間に、ちょっと僕が時間稼ぎをして、ここは俺に任せて先に行けって感じでやってきますんで、ちょっと調べてもらって。スライドちょっと見たら分かりますので。 じゃあ、ちょっとですね、さっき、えっ、ーえー、と、私もスライドいただいているので、コメンタリーな感じで、ちょっと私の方の共有でいきたいと思います。では、細かいところは抜きで、テクニカルなところではい。こ、ね、ちょっと飛ばして。えーと、 まず SSH なんですけど、やっぱりあのどんなクラウドサービス使うにしても、ちょっと SSH よく分かってないとあの、そもそも作業できないっていうね、ところがありますんで、ちょっとここは皆さん慣れていただく必要があるのかなと思います。はい、で、ここですねあの、秘密鍵と公開鍵を例えば、 あのテラタームで作ったときに、この公開鍵の方をを FJ クラウド V に登録するとです、ねはい、いうことになると。はい、で、あれですねあの、クラウド側で作ることもできるということですね。ただ、公開鍵が手元に残らないので、再利用性が若干低いよというところですかね。はい、この登録の部分ですね。はい あの作った公開鍵のファイルを、えー、読み込ませてですね、はい。実際中身はこんな感じの、あの、文字の羅列っていう感じになってますんで、ですね、えー、正しく読み込まれたらインポートするっていうふうにすれば、えー、鍵が使えるようになって、あとはこあの、この登録しておいた鍵はサーバー構築した時に、えー、自動的にあのそのサーバーにですね、登録してもらえるようになりますんで、 公開鍵を使った認証で SSH 接続できるようになるよと。だこれ先にやっておきましょうと。だからあとも付け替えもそうですね。先にやっておかないといかんよということで、やっておく必要があります、はい。あと、先にやっておかなきゃいけないが、ファイアウォールのグループですね。これもあのフリーアクセスだとちょっとセキュリティ的に問題があるということで。 事前に、まあ、ファイアウォールって言っても、いわゆるパケットフィルターですね。あのサーバーに対してどのプロトコル通すのかってことで、ここでは HTTP と SSH ですね。はい。あの使うということになります、はい。で、これもちょっと要,要注意というほどでもないんですけども、はい、あの接続している IP アドレスを選ぶと、現在使用中の IP アドレスが自動的に設定されるんですけど、えー、手元側。 えー、自分の,あの使っている回線の出口の IP が固定かどうかによって、これ、えー、たまに変わっちゃう可能性ありますよね、鮫島さんね。はい。<laughs> 当然ですけど。はい、はい。なので、えっと、固定じゃない人は、えっと、ここの部分はあの、現在使用中の IP アドレス、接続している IP アドレスを選んで、自分の IP が変わっちゃうと、 今度、接続できなくなっちゃいますので注意が必要ということになります。今、なんか、ち島さん、一生懸命調べてくれてますね。ああの分かりました、分かりました。はい、あでもここに書いてあるんですけど、<laughs> 月額だと2210円なんですけど、はい、それプラスあの付け替え IP アドレス500円。はい はい、なので、2710円です、はい。で、重量だと2880円プラス世界、規定 IP500 円ですね。3380円、はい。という感じですね。はい、まあ、3000円弱ということで、でもう気持ち安くなると嬉しいですね、アンケートの結果ね、<laughs> 2000円ぐらいっていうのに。 合わせられるんだとするとあ、あのチャットの方にも書いていただきましたけど、はい、ここにありましたですね。はい、で、まあ、いろんなあの種類がありますんで、そこから選んでいただくということで、でえー、サーバー作っていただいて、ここですね、SSH の、ね、キー選ぶところありますけど、はい、ここ登録しておいた、はい、あとファイアウォールですね、えー、選んでですね。で、ここで付け替え IP アドレスですね。はい 自動割り当てになってるんでしたっけ、デフォルトは。そうですね,ここね自動割り当ての場合には、グローバル IP アドレスのところは、適当な IP アドレスがまあ自動的に割り振られるということになります。ね、で、サーバー作るということですねで。付け替え IP は10個まで設定できるんですね。 すごい足がたくさん生えてる感じですけど。<laughs> そんなにいらないですけど。SSH、はいまあのお話の続きですけどね、はいえー、サーバーへの接続のところですけど、まあえー、付け替え IP です、ね、のアドレス入れていただいてです、ね、まあ、1回目は、ねまあ、あのこんな感じで警告出ますけど、気にしないで接続に行ってですね。はい えといきなりルートで入って、ですねあと、鍵作るときに作った、まあ、パスフレーズ入れて、えー、接続するとで。鍵をちゃんと指定してあげてくださいねということになりますね。で、入れました。とはい、でです、ね、はい、この辺りも。この辺りいいかな。 でこれですね。やっぱり引っかかりポイントね。<laughs> <laughs> あ、い,ろい。ろい,いろいろ R になっちゃってます。はい。あ、うん。これはだから、その書いてるんですけど、やっちゃダメなやつですね。そうですね。ねはい。これが前回、あの、失敗した <laughs>、はい、理由ですね。原因というか、ね。はい。7.4以上が必要ということで、まあ、ちょっと具体的なところは、多分、こう、なんか、 ググルとすると、EPEL とか REMI、PHP とかそんな感じで,ですね、うんはい。ただ、えー、っと、これけど8を入れている手順になるんですね。うん、これは8の手順ですね。ねこれもしかすると7.5でやった方がいいかもしれない。うん、<laughs> ちょっと僕も気づいてませんでした。うんえー、私も時間がないので、心の余裕がなくて。<laughs> 勢いでを入れてしまいましままたとりあえず動いてるからいいかみたいな、そんな感じですよね。もしかすると、皆さんやっていただくときは、8は今のところ、えーとうん、互換性にもしかしたら問題あるよねっていうことが書かれているので、えー、とこのレビのサイトを行っていただくとですね、あと、世の中的にはあの PHP、WordPress とかで検索すると、あとレビとかで検索すると、 えー、どのバージョンが良いよみたいなこと書かれていると思いますので、7.4とか7.5あたりもしかしたら、えー、入れていただいた方がいいかもしれません。ちょっと、寂しささん、ここは再リベンジが必要かもしれない。資料 <laughs> <laughs> <猟>的に <laughs> <laughs>、うん。少なくとも、うんて、一番妥当なバージョンは何かを <laughs> あ。たぶん7.5ぐらいのやつが提供されてた。 と思うんですよね。うん、なので、これあの、ブログも勝ちますね。<laughs> <laughs> 再リベンジ。はい。はい、感じですねあの。入れていただければいいかなと思います。あと、バックエンドのデータベースですね。ここは、まあ、マイ,マイスケール互換のマリアデ a d b を入れていただいてですね。はい。で、データベースの設定とかをやっていただいて、マイスケールですね。 ワードプレスのデータベース作って、接続して、あれですね、パスワードですね、接続、あの設定していただいてあの、それ以外のことは、この後のワードプレスのインストールのときに、ワードプレス側でやってくれるので、接続ができるようにしてあげる必要があるよということですね。はい、でこのあたりはまあいいですね。はい、であの、今回ちょっとトラブったときに、一つ私が聞いたのが、あの SE Linux 聞いてるんじゃねっていう話もあったじゃないですか。ああ、ありましたね。はい。で、まあ、SE Linux はディスエーブルだよってことで関係なかったんですけど、よく稀に自分で OS から入れ直し、入れてやっているときに、SE Linux とかが、あの、がっちり聞いてて、いろいろとできないっていうケースもあります。結構引っかかりやすいので、その時は SE Linux の設定を えパーミッシブとか、うん、ディセーブルドにしちゃ <laughs> あ,あかんってよく言われるんですけど、まあ、ついゆっかり SLinux でディセーブルにしちゃうんですけどね。あのとそのあたりも、えっと、もし SLinux イネーブルになっているときには、えー、ちょっと SLinux 解除して動かしてみていただくのもサーバー構築のときのあるあるかなと思います。ですねはい、結構手順ってみんな SELinux ディセーブルにしてもうすっ飛ばして書いちゃうんですよね。本当はちゃんと SELinux 指定してほしいんですけどね。はい、でここから先はあの普通の WordPress の設定だと思いますんでですね。えー、よろいかと思います。はい、でやっぱり ここですかね今回はね。ちょっと大変だったって。そうですね、うん。で、やっぱりトレーエラーなのかなと。あの、細かく分解して、まあ、切り分けですよね。で、ちょっと低いレベルから。うん、え、se-Linux って動いてるんでしたっけいや、se-Linux はディスエーブルです。うん、えっと、アパッチは動いてるっぽいですけど、PHP 動いてるんでしたっけ ?PHP は動いてるっぽい。じゃあ PH、PHP のバージョンはみたいな。 感じでちょっと一個ずつあの解決していったらなんとかなったみたいなんですね、はい、この辺はあの別に FJ クラス分じゃなくても汎用的にこの辺の相性って出てくる話なのでまあなんかあのこの辺りの検証した情報はブログとかに残しておきたいなとは思いました。そうですねはい、はいで 結局、こうやって一からその手作業でやるっていうのにやっぱり慣れてないと、いやそれこそ、えーこう、クラウドネイティブだ、デブオプスだ、c i c ダだとか言ってコンテナ使ってみたいなあの話になった時にも、本質的には変わんないんですよね、やっぱり。うん、まあもちろん、セットアップ済みの、例えば Docker のイメージとかが。 えっと、提供されていて、そのどっかイメージ使って構築することもできなくはないんですけど、結局、その提供されているイメージの中に、えー、入れてあるいろんなミドルウェアとかソフトウェアのバージョンとか、あとコンテナ同士の組み合わせですね、そういう意味ではあのデータベース、これ、例えばデータベースアズアサービスみたいなものを使ったりとか、別インスタンス作ったりっていうことですよね、これ、例えば。 いうときにも、やっぱり接続互換性みたいなものって、こうやっぱ出てきたりとかもしますんで、やっぱり今日お話しいただいた内容っていうのは、本当基礎の基礎の部分で、まあ、この辺はできるっていうのが前提じゃないと、やっぱ次のステップになかなか進めないのかなと。あと、それこそパースみたいなものを使ってなんかやるにしても、やっぱりえそのあたりが自分の手組みでできるのを 省略するためになんかクラウドサービスを使うぐらいの感覚なので、なんかこのあたりはきちんとあの理解しておいていただく必要があるのかなと思いましたです、ねはい。というわけで、少しまたこの内容を手直しとして、<laughs> じゃあ今度、<laughs> テックトークの方で <laughs> 話していただくようにアップデートです。あと、ブログですかね。 という感じですけどもあの、ぜひ皆さんも参考にしていただいて、えー、トライしていただければなと思います。と言っている間に、また質問来たりしてますかあしてきてし、質問来たりしてますね。ちょっと。はい、まあ、これは、えっと、2710円ということで。とりあえず最新だから、日程日本の精神に耳を覚え。だから そういうのは、例えば手元の仮想マシンだったりとか、あの重量課金で、なんか低価格で使えるところで、ちょっとあのあのビルあのスクラップビルドというか、ビルドスクラップですね、逆にね、構築してみて、動かしてみて、<laughs> はい。で、試してみて、ああ、こんな感じでって言って、それはあの削除みたいな感じであの、クラウドになったおかげで、そのあたり手軽にやれるようになった。やっぱり、あれですよね。 日常的にどれぐらい触っているのかトライアンドエラーでね、結構そこを聞いてきますよねあの。私もやっぱりしばらく触ってなかったんで、今回鮫島さんがやる時に、<laughs> なんか手が動かないというか、うあるので、やっぱりこういつでも臨戦体制みたいなのってすごく大事だなと思います。 あとはこれですね、選択できるサーバースペックがたくさんあって選ぶところで、うん、まあ、一番ちっちゃいやつっていうのは、まあ、無断だと思うんですけど、やっぱメモリとかちょっともうちょい欲しいよねとかってなりますよね、どうしても。うん、このあたりのフィーリングは、やっぱりローカルの仮想マシンとかで少し慣れて、えっと、これぐらいのスペックだとこういうふうに使えるな、みたいな。 なんか物差しをやっぱ自分の中で作っておく必要があるのかなと。三島さんはローカルで何か動かしたりとかすることもあるんですかバーチャルボックスとか。ああ、ローカルで動かすことはないうん。あんまりサーバーらしいものは全然使ってないですね。ほとんどもう今までは外のレ,レンタルサーバー、あのた他社製品を。 借りたりりたたしことはありますけども僕はあのバーチャルボックス大好きっ子なので、うん、あのとりあえずバーチャルボックスの,あの環境で一回新しい OS とかはテストしてねこう少し触ってみてなんかうまく入るなとか入らないなとかいうようなのをちょっとやってからクラウドの方に持ってってあのその手順を。 あのなぞってやってみて、ああ、うまくあのグローバルでうまくいったみたいな感じであの、やっぱ基本はまずローカルであのごちょごちょっとこうやってですね、ごちゃごちゃになったところで、えー、少し整理して、いい感じの手順ができたら、今度クラウドを持ってってみたいな、そういうあのル,ルーチンができてるので、その時にやっぱりローカルで、えっと、例えば動作させてみて、 うん、CPU とかメモリとかあとストレージどれぐらい必要なのかなとかそういうのがある程度目安として分かっているので、えー、クラウドとか、えーまあ、あのパブリッククラウドもそうだしそのオンプレの,の VMA とかの環境とかに持っていくにしてもあまりなんていうかさっきの,あの手順の中でこう設計の段階でこうどれぐらいのリソース必要なのかみたいなのっていうのがある程度目安がついて でそれを一回手元なりで試してみてっていうので、えー、ちょっとチェックして問題なければクラウドに持ってくるみたいなあとクラウドの場合こうスペック後から上げることもできるんでねうん、まあ、とはいえやっぱり予算実際に仕事で使う場合って予算を <laughs> 取らないといけなかったりしてあんまりそれを超過するような あのクラウドの <laughs> スペックの上げ方をするわけにいかないという事情があるかもしれないので、その時に無料、<の>無料枠でそれを試すというのも一つの手かもしれないですね。とりあえず行っちゃええやつみたいな感じでう。<laughs> <laughs> 私は、あの、中の人なので、あんまり、すごい高いやつをつ使うのは心苦しいなという気分になってしまうんですけども。あの、私もそうです。できるだけ、はい、まあ、つつましやかなインスタンス、種類を選んで <laughs>、こう、やって <laughs>。は <laughs> いや。というわけでですね。そういう意味で <laughs>、無料枠だと思ってやったら、実は <laughs>、いや、課金されてました、どうみたいな、うん。あの、そういうことが。 なないように、ねうん、あの大丈夫だなって確認してあの、そういう意味では、いくら課金されるのか確認する方法っていうのもちゃんとあの見ておいた方がいいかもしれないです。あのアカウントのところからですね、えー、と課金の、うん。クレジットカードの情報を入力して あの無料だと思っていても、やっぱり金額出てくると、ドキッとすするんですよね,ですよねうこれ、これ課金されたら嫌だなっていう、<laughs> そういうのがあるので、まあ、やっぱりあの優勝に移行しないやつは、初心者には安心ではありますねそうですね、はいはい、なので、ぜひお試しいただければと思いますが、そういう意味では、ちょっとちょうどいい感じで、あと10分になったんで、クロージングということでですね。はい えとアンケートと、あとまあ今回の無料枠があるよっていうお話なので、そちらの方を表示させていただいてですね。はい。えー、まずあの、ぜひですね、皆様、アンケートの方をご協力いただけますでしょうかですね。あの毎回いろいろコメントいただいてですね、えー、次回以降の,あの企画を得るのに、大変大変助かって おりますですね、ほぼほぼ皆様の、えっと、意見に従って企画をしているようなところもありますあの。本当に簡単にお答えいただけるようになってますので、そちらの方アンケートにですねあの次回以降の希望をです、ねえー、書き込んでいただければなと思います。はい、で最近あの、ビットリーをあのこんな感じで短縮 URL を使っているんですけど、ビットリーに QR コード出力機能がつきました。 作ってみたんですけど、この真ん中のビットリー B ーワークがちょっと、なんか、ちょっと思わず笑いを誘う感じのデザインで、ど真ん中に、ちょっと、あの、事務局の中でクスクス言いながらけど、あえてちょっと載せるというですね、やってみましたですね。はい、こちらの方、アクセスいただいて、 あと、今回ご紹介させていただきました FJ クラウド V 無料2ヶ月無料だよっていうののアドレスですね。はい。こちらの方もですね。えー、ぜひ登録してみていただければなと思います。ですねはい、この QR コードもありますけどもですね。はい。という感じでですね。これでなんか登録してくれる人が、あの、 明日とかこの週末とかにポンって上がるとあちょっと手応えあったなっていう感じでですねあの今後 FG クラウド V ベースでいろいろまたテクニカルをね <laughs> あの名前解決とは何ぞやとかですねロードバランサーを使ってみようとかいろいろお話ししていくこともできると思います皆さんのえ業務スキルアップに役立つと思いますんで是非触って遊んでみていただければなと思います。 島さんなんかいい、なんか喋り足りないところはありませんか喋り足りないところ、うん、そうですね、や,やっぱなんか、鉢を入れた後で、やっぱり動かなかったんですけど、あれ動かないやと思ってたんですけど、再起動したらなぜか動いたんですよね。<laughs> 何だったんだろうなって。何ですかね。うん、余性だったのか、キャッシュ、キャッシュが残ってたのか。うん、だからそう,いう、うん、そういう微妙なところが、ちょっと PHP8 と相性悪いよって言わ,、うん、言われるゆえんなんですかね。うんうん、じゃあちょっと7でもやってみる方向で、まあ逆に聞いた方は皆さん、 7.4以上ということで7系を入れる方法あの確認していただいてですねやってみていただければなと思います、はい <laughs> あの。今スライドにいただきましたが「タッチおじさん思い出しました」っていう何かピヨッ とした感じが、なんかちょっと笑っちゃうんですよね、ここのね。この,この曲がってるやつね。この先っぽですね、<laughs> なんか<れ>波平さんのこの、なんか <laughs> 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 頭になんかぴよっと生えてるみたいに見える可愛いい感じがですね、もしかするとあるのかもしれないですね。はい。<laughs> <laughs> いう感じで。はい じゃあ、ちょっと時間5分ほど残してますけど、一旦終了としちゃいますかね。はい。そうですね。回は、6月の、あの、この間も話しましたけど、いろいろと、こう、おせおせで、なんか、月末近くのところになりがちなので、今後は気持ち、余裕を持って、行って組むようにしていきたいですね、はいで。今日のアンケートも見させていただいて、次のネタ、何にするのか。 ちょっと決めはい。6月は一応22とかそれぐらいでしょうかね。ですかね。まあうまく調整聞かなかったら29、28、29。はい。なんとなくあの、農産業での関係で水曜日っていうふうにリアル開催の時しましたけど、うん、オンラインになると実はあんまり関係ないんじゃないかっていう。<laughs> そうですね。なんかもう最初から家にいるので。ねいう感じですので、またちょっと予定見ながら、はい、はい、調整していきたいなと思います。はい。では今日も結構たくさんあの参加していただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。ね、ぜひ次回以降もですね、えー、ご参加いただければと思います。はい。それでは今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。